まあ、お泣きにしてたから受かったわけではもうないかもしんないんだけど、まあ、その半年お泣きにしてた時のやっぱ勉強に対するモチベーションとか取り組み方って着実に違ったからさ、ど集中できたし、そういうのもあってなんだと思うんだけどさ、なんかそれで、あ、やっぱどっかでなんかバグるんだなみたいな、わかります？論理的な考えじゃないからさ、こうあんま理系出身の僕が言うべきじゃないんだけど、なんかこうバカみてえなこと続くとバグるなみたいな世界そんなのね、ちょっと思ったんだよね。で、まあ受験の時はさ、まあ単純にさ勉強頑張ったからかもしれないんだけど、あのね、幕末志士のそのやつが来るさん、やつが来るさんがニコニコでその、まあ、ブレイクしてから僕の人生こういう風になったんだけどさ、もう何年も前だ、2009年、2008年の12月の話だっけ、あれ2000、そのくらいだわ。おお、ありがとう、ネメシスもう持ってる。そん時さ、やべ、回復者死ぬな俺、これやめた話、やめたわ話、回復してエーペックス集中するわ。さっきの話の続き、なんか言ってたっけ、あの2008年の冬の話ね。そう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 、いや、あの時さ、僕何をその縛りルールに課したかというと、これ言ったらなんかさ頭はおかしいやつだと思われるからあんま言いたかったんだけど、その時の僕の縛りルールは家で寝ないことだったんだよねもう14年前だから時効だから言っちゃうけど、その時の僕は家で寝ることを禁止したの。家はあったよ、家はあるんだけど家で寝ちゃダメで、その親父がその時もうその癌で亡くなってて、親父からエスティマ、ディーゼル車のエスティマをお下がりでもらってたんだよね、片身として。で、そのエスティマで毎晩寝ることを縛りルールとしたんだよ。で、これ聞いたらさ頭おかしいじゃん、なんでってなるじゃん、え、なんで、家あるんでしょ、いや家はあるんですよ、マンションはあるんですよ、でもその縛りルールとして毎晩そう車で寝る。で、それをそのバカ正直に、それをまたなんか8ヶ月ぐらいだったかな、半年以上は続けたはず、半年以上続けたらやつが来るさんがバズったんだよねそこに因果関係があるかどうかさておき、人生はバグったんだよね人生は。で、冬だからさ寒くなってきて、これ投資しねえかみたいになった時に、まあ、基本論理的な考えではないのは重々承知の上で、まあ、関係はないんだろうけどきっと変な宗教にはまらないで、いや僕が教祖だからどっちかっつうと、他の宗教家の話でも僕の耳一切入ってこないから大丈夫、独自の思想体系しか僕は追い求めないタイプだから。たまるのは君なんだよ。そしてこのゲームは終わってしまうのか、そのゲームは終わってしまうのか、目が覚めました、実力が全てさ、目が覚めました、ありがとうございました。完全にパンチで目が覚めました。キルカイコンなの、拡張ライトマガジンを発見、レベル2よ。ロビーに戻ろう。じゃあ次行きましょうか。ほんと何やってんだろうな。え、なんでそんな考え方をしてるのかって言われると困るんだけどさ、まあ、強いて、その、それらしい理由をつけるとするならば、多分僕、自分の人生の中の、その、プラスとマイナスを足し合わせたらゼロになるって思ってんだよ。その、幸せをプラスで不幸を
マイナスとしたら、多分人生の最後のところで帳尻があってプラスとマイナス全部足したらゼロになるような質量保存の法則とかエネルギー普遍の法則とかわかんないんだけどさ、でなんかその多分幸せの絶頂のまま終わったり、その逆の不幸のどん底のまま終わることはおそらくないんだなっていうのが、なんとなく人生経験で得られた知識なんだよ。まあ、これやめるからこの試合は。なのでだったら前借りでマイナスを積み重ねておけば人生はバグって、なんか多大なプラスでドカンと来るんじゃないか理論、強いて言語的説明をつけるとしたらな。じゃあな。で、せっかくマイナスというかさ、苦労したりするんだったら自分で決めたこと苦労した方がまだ前向きじゃん。なんか心づもりができるじゃん。ま、受験やってる時はちょっとやってみ、みんな。これから受験だろ。あ、もう遅いか。2月19か。2月19だわ。さて、やるか。いつか本出そう。コメント欄を見てても誰も賛同してくれないし、僕の今まで生きてきた中でこの話して大体8割ぐらいはお前頭おかしいなみたいな目で見られたから、やっぱり言わないようにしていた思考体系ではあるよね。大体エーペックスやってる時にする話はないよ。オカルトなんだよな、やってることが。分かってる、オカルトなのは分かってるんだけど、でもうまくいっちゃってんだからしゃあないじゃん。それで人生が、それで人生がなんかうまく来てるんだから仕方ないよね。だって車中泊してなかったら未だにどっかでサラリーマンやってるもんな僕。でもしょうがないよって、実際1年弱車中泊してるから今ここにいると考えたら、多分バグったんだろうな、世界が。変なところに穴が開くんだろうな、抜け道みたいな人生の。また今度酒に酔っ払った時に居酒屋で話してあげるから、その時までリスナーでいてよ。また今度な、うん、酒に酔っ払ってバカになったらまた話すわ。話してることバカみたいだし。そのセレナーで僕の想いは空雪になって君に降る。